何をするのにも困らない。上に上がるための土台を作ってくれたパソコンであると思ってますね。配信見てる人には一番触ってみてほしいな。僕はガルリア。ゲームは音楽とか SNS みたいに生活の一部になってます。リアルな私とオンラインの私、どちらも自分らしくあれたらなと思います。ゲーミングパソコンガレリア。新しい朝が来た、希望の朝収録です。というわけで、あ、くたびれたおじさん、朝弱いタイプですか？はい、皆さん、本日はですね、祝日ということで、前日収録 in 朝でございます。でもね、いつもとか終わらない元気さでやっていきたいと思いますよ。あ、メガネ変えるの忘れた。ボケてるじゃないですか。いや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 、そういうことでございましてですね、あの収録なんですよ。そうなんです、ね、だからね、オープニングの CM の順番間違えるわ。もう本当にね、たるみきってる、ね、始まるタイミングもじゃあやるかみたいな。でだってさ、もうなんていうの、失敗したって取り直せばいいやみたいな。そうそう、トシヤさんなんて今日はどんなわいざつな言葉を挟んで編集を貸してやろうかってね。はい、編集。あのね、あのそんな感じで、あのただね、お目付け役もやっぱりね、今日はさすがにやばいだろうっていうんで来てるんで、うん、あんまりね、あんまりふざけたことやってもあれなんで、あのまあ実際水曜日、うん、そう、ずっと真面目な番組ですから、はい、水曜日ということでございましてですね、はい、あの明日のための収録をやっております、うん、やっております、はい、収録だから失敗したってね、ちょちょいのちょいですよ。本当だよね。そう、このね、村の道もちょちょいのちょいしてもらってね。もう一発入れとく。やめろやめろ。いやいや、ね、ということでございましてですね、週刊ドスパー TV 収録でございますけれども、はい、ですね、第248回、イエーイ、これがですね、明日放送でございます。いい、ね、明日です。はい、ということで、でもみんなにとっては今日です。そう、コメントがないよ。コメントないよ。でも頑張っていこう。本当ですよ、うん、そう、だからあの多少猥雑なことを私が言っても問題はないんじゃないかな。問題はあったけど、うん、失敗に気づいてもらえない可能性があるというね、問題点はありますよね。カットするの忘れる可能性があるんじゃない、あのおっさんがね。やばいね、それ一回ありましたからね。一回も小学生もひっくり返るような、ね、言葉をえいって言ってるのが切れずにポンってなる、ね、本当に、はい、ということでございまして、行ってみましょう。はい、まずはランキングコーラー。今週のランキング、まずはインテル CPU、はい、今週も Core i5-400、14400F ボックスがランキング1位。400だけだとすごいことになるから、ね、言っとくけどね、はい、イニシエの CPU になってしまった。ということでね、あの順位変わらずなんですよ、ぶっちゃけ。本当ですね、はい、で誰か楽してないこれ。まあランキングなんて、俺が出したものがランキングなんだから違ってても気づかねえだろ、先週と同じだって。もしくは、うん、あー足り、先週のデータそのまま持ってこよう、コピペ。いや、すっごい苦笑いしてますよ。いやいや、それは置いといて、はい、あれなんですよ、3位あの、はい、11700、こちらの方が来てるのがですね、ちょっと個人的には嬉しい、うん、ということなんですよね。まあ、確かに、そうか、11ね、そうだから400が人気なのは分かる、うん、これ6個は12スレッドでこのお値段分かる、うん、ここにねちょっといいビデオカードぶち込んで、うん、あのゲーミング PC を作ろうって分かるんだけど、やっぱりもうちょっと上狙おうよと、うん、うん、という意味では11700、はい、これはですね結構いいと思います、私は。なるほどですね、はい、じゃあ AMD CPU も見よう、はい、今週はライゼン 5-5600XBOX がランキング1。あ、こっちは変わってます、ちょっと動いてるんですけど、ね、まあ、こっちはねどちらかっていうとハイエンド系2つがポコポコっときて、うんうん、まあ、5600X ハイエンドって言ったら、いや違うぜって加藤和明さんに怒られるかもしれないんだけど。あ、まあまあ、3位、ね、あのこちらの方がですねコスパで 3600X、 3600X コスパとは言っても6個は12スレッドなんですよ、これすごいですよね、やっぱ AMD の CPU は壊す多いな。あ、だからちょっとねやっぱりね、トレンド的にはやっぱりこう AMD あの、うん、結構来てるなっていう。そうですよね。あとは5000シリーズの G ですよね、これがですね、そう G、 あのグラフィック入り、うん、これがですね、多分ですね来月あたり来るんじゃないかなというふうに思っております。楽しみですね。じゃあ SSD 行きましょう。今週もウエスタンデジタル1テラがランキング1。あああんたどこ行ってたの、久しぶりやんか、おばあちゃん、めんどくせえ、に久しぶりに来たやんか、おばあちゃん。収録でもそれやるの？はい、やります。あ、そうですか。だ
ってこれプレミアム放送ですよね。コメントみんな打てるやつ、ほらほら、やっぱツッコミどころは作っていかないと。なるほどね。あとからのね、そうそう、だからみんな打ってね、ちゃんと収録だからコメントいいやって思わずに、私はみんなのコメントを期待した言葉を発しているんだから、よろしく。あとで、あとでちゃんとコメントチェックする派？チェック、たまに、たまにっていうかざっとします。ざっとしますね。あ、要するに自分の悪口が言われていないかどうか。エゴサか。いやいや、それは置いといてね、はい、1、変わらずなんですけれどもですね、 M.2NVME のですね、ウエスタンデジタルブルー1テラが来ております。はい、あとはね、あの SATA タイプで240-256ということで、ね、いや、もうコスパ最高、最強なんだけど、もうちょっと容量多くてもいいんじゃないのっていう気がしないでもないね。なんかいまだに2、3位系が人気なんですね、 SATA、うん、の240-250で、次のね、次のハードディスクがすごいことになってるんで、ちょっとハードディスク見ていきましょう。こちらウエスタンデジタル6テラが1位ですが、同じです、みんな大好き、みんな大好き1テラバルクちゃん、また来たよ。先週いなくなってウェーって言ってたのに、みんなやっぱり記念に買ってるんじゃないの。あのさ、見かけたら買ってんのかな。そう、キーホルダーにしてバッグに下げてるんじゃないかな。でかいやろ。そうでかいでかい。あとは何、あの重し、重しね、ちょっと浅漬けをつけるための重しとか。漬物石代わりに、うん、もうね、決してバカにしてるわけじゃないのよ、うん、ものすごいね親しみがあるんだけど、いや4テラにしようよ、正直。そう、正直だってさ、値段2倍なのに容量は4倍よ。そうそうそう、もうその通りで、全くその通りで、シンプルにね、本当に。いや、これなぜ、なぜなんですかね、なぜ全然わからないんですけど、まあなんかあるんでしょう、うん、ここら辺でちょっとあれ、あのカットしなきゃならない言葉言っとく、言わなくて大丈夫です。次、はい、メモリですよ。今週はコルセアの DDR4-2666 16ギガ2枚組がランキング1位、そして2位、お、帰ってきた G スキル、帰ってきた、うん、こう、あ、違うか、ちょっとちょっと違うね、ちょっと違う、ちょっと違うね。ただだけどこれってあれなんですよ、もうすごいベーシックな、うん、あの2666の8が ×2 なんですよね、はい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 、でこれもやっぱり入ってきたっていう感じなんだろうね、多分ね、うん、コスパ的に考えて、誰でくしゃみしたの。いやいやいや、それはコスパ的に考えて、はい、まあいいっていうこともあるんだろうけど、うん、ちゃんとね、もう収録なんでね、適当に突っ込みます。もう何にも考えずね、何も考えず。でもほら3社久しぶりに揃いましたよ、ね、メモリメーカーね、うん、なかなか面白い感じになってると思いますよ。でただね、1位と3位、こちらの方は 16×2 なんですよ、うんうんうん、だからやっぱりそのこの値段だったら、まあ、あの値段もちょっと落ち着いてきたし、この値段だったらもう 16×2 でいいかっていう。なぜメモリメーカーは C から始まるメーカーが多いのか、コルセア、クルーシャル、CFD、私はいつも C を見るとどれだって一生懸命あの英語ね、アルファベットの文字列を読んで解読するわけなんですよね、なぜなんですか。 A で始まるところもそこそこあるんだよ。アパサ、うん、アパサ、アビキサ、いろいろあるんだけどさ、ランキングに上がってこないだけで、 A データとかさ、あ、 A データ、そこそこそこ、あの日本で取り扱いがされたりされてなかったりもするんだけど、うん、結構メモリメーカーっていっぱいあるのさ。あ、そうなんですか。そう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 、キングストン、あ、待って、脳なしおじさん。いやいや、そうそう、久しぶりの脳なしおじさん。どうしたの、そういえば。最近はだからあんまり日本に、あのね、結局ね、その海外のメーカーって、うんうん、要するにこう何、儲かるんだったら来るでしょ、そりゃ。はい、そうですね、うん、でも儲かんなかったらすぐピュッと逃げちゃう、撤収しちゃう。脳なしおじさんは日本を見逃してじゃないかな。あ、ね、キングストンって実は、うん、あのゲームデバイス結構売れてるんですよ、日本で。え、ゲームデバイス。そうそうそう、売れてるね、ヘッドセットとか。あ、ゲーミングデバイスか。ゲーミングデバイス、はい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 、はい、うん、そうそうそう、こういうのとかこういうのとか。俺に英語で文句つけたな。ゲームデバイスってなんかこういうものかと思っちゃった。マイハンド。マイハンド。あ、マイ、マイハンドサイズイズ。マイハンドサイズイズアズなんとかセイムアズ大谷。大谷。そ, う そ, うそれをね、オリンピック関係者に言えって言ってくるんです。そうそう、アピール、アピールしよう。 My hand is My hand size is as same, same as same as as same as 大谷。わけわからん、もうマジで怒られると思う、そろそろ大谷選手の周りの人たちから。まあね、いろいろ権利関係ありますからね。、はい、
はい、じゃあ、何次は、これはインテルゲンマザーボードです。はい、今週もエイススタッフゲーミング H570 プロがランキング1位。これ2週っていうか続いてますよね。2、3がひっくり返って、はい、終わりですね、という感じですかね。ということでですね、まあ、一応言っとくと Z590 どこ行ったって話になるんだけど、ね、まあ、本当にね、2万円以上のマザーボードが一つもないっていう。でもなんか CPU の系統売れ行きとちょっとこうね、うん、比例してますよね。いやと思います、うん、だからなんていうのかな、マザーボードと CPU のコストをちょっと抑えてやっぱりビデオカードに振りたいみたいなのは透けては見えるんだよね、うん、そっかそっか、うん、ね、そう、でも上狙おうよ、うん、せっかくだしねと思っちゃうことせっかく組んだから、まあまあまあ、はい、はい、じゃあ次は AMD 系マザーボード、はい、今週も ASRock B450M スチールレジェンドがランキング1位。こっちもなんか、こっちもなんかスンってなっちゃったんだよね。そうだよね。こっちもそこそこの、まあ、そこそこエンド、一応ね2位にね B550 が来てくれてはいるのよ、うん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 、くれてはいるんだけど、まあ570どこ行ったっていう話もあるよね、うんうん、でもまああれだよね、そのなんていうのかな、マイクロ ATX の7000円切りが1位っていうのは、うんうん、マザーボードの質が良すぎるのよ、うん、はい、マザーボードが多少こうローエンドと言われているものでもめちゃくちゃいいからこうなっちゃうのよね。あのね、言いたいこと分かる。もうちょっと差別化してさ、だから一番エントリーのモデルはさ、うん、拡張スロット1本しかないとかさ、うんうんうん、ね、なんかそれだったら分かるんですけど、うん、私もマザーボード正直めちゃくちゃいいやつと、うん、こうなんかねミドルエンドとローエンドと、うん、そんなに性能差ある？ローエンドはさ、ローエンドはさたまにパキッと割れちゃうとかさ、ちょっと耐久性問題ありみたいな、耐久性も問題ありみたいな。そうすれば絶対 ねスタンダード以上売れると思います。そうだ、ローエンドがめちゃくちゃいいからなんか ねミドルとハイは本当にこだわってる人だけみたいになってくる気がするな。言いたいこと分かる。分かりますか。だからね、すげえマザーボードメーカーが最近すごいっていう話です。そう、すごいんだけどもうちょっと差別化してもいいんじゃないのぐらいの気持ちです。気持ちです、はい、次もびっくりですよ。はい、ビデオカード、わ、今週はパリッと GeForce GTX1660 ストーム X が、あら、おかえり、1位です。2位もだってさ、まあ、これ下がったんだけど、うんうん、2位もさあれですよ、1660です、1660です。でもさ、でさ高くね、3位見てみ、あ、2060デュアル、そうでさ、でもさ高くね、いや高い上によく見てみ、うん、全部6ギガなんだよビデオメモリが。あ、うん、4K やろうよって、でもね、言ってもね物はないわ。そうないからこうなってるの。そう、いや、あるやつがとりあえずランキングに入ってきてる状態なのか、普通にあんまり、うん、強いやつは需要がないのか。これあれですよね、入ってきたらもうガッと出ちゃうっていう状況ですよね。ってことはないんだよ。なるほど、そうか、まだないのか。そうもう戻ってくるとは言われてるけど、戻ってくるとは言われてる。ここからもうちょっと頑張らないといけない。だって値段そんなに戻ってないですもんね、ま、うん、あとね3000シリーズやっぱ欲しいっすよね。3000シリーズ、そうそう、まあ、3090とは言わないけどさ、うんうん、だからまあもうちょっと落ち着くのに時間かかるというのが正直なところです。なるほどですね、はい、というわけでランキングでした。続いてまいりましょう、店舗通販ニュース。店舗通販ニュース、まずはこちらから。てん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 てき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 てん、性能が良くて使いやすい Y ゲーミング PC Y ガレリア。この CM さ、うん、最近すごい昼にやってるんですよ。ああ、ずっとなんか深夜に見かけてたんですけど、うん、なんか某昼のなんかなんですワイドショーみたいな感じの、そうそう、みたいな感じのね、うん、時にねやっててすごいなって。テレビあんまり見ない私でも何度か見てるからね。ですよね、うん、あのテレビ見るの NHK か深夜アニメぐらいしか見ないんだけど、うん、あの極端、そう NHK 流れないんでね、うんうんうん、でもね、あのたまに昼とかねご飯食べながらねテレビ見たら、うん、おっていう、そう、すごいですよね。はい、というわけでみんなも見たら教えてください。見たらツイートしてください。見たらツイートしてください、はい、夏は新しいことに挑戦しよう、サマーキャンペーン。ガレリアご購入&ご応募で合計2000名様に豪華商品が当たります。やったぜ、うん、何が当たるかっていうと、ほとんどはこのドスパラポイント1000ポイント、これ1960名様に当たります。確かにそうだけど。でも、うん、残り選ばれた40名にはとてつもなくいいゲーミングデバイスが当たるっちゅう話。
残り40名って言い方もすごいなって今一瞬思ったんだけど、あの、ね、これガチでいいもんが当たります、はい、ガチでいいもんが当たるの。選ばれし40名にならなくても1000ポイント、これ Steam の、うん、ポイントゲームのね、はい、で使えますんでですね、あのぜひ活用してくださいという話ですね。そう、期間重要です、うん、8月6日まで、はい、店舗は8月5日まで、はい、ということでね、あのその間にぜひですねこれ活用してください。そう、はい、応募すればいいからね。そうですね、ガレリアを買った人はぜひ。というわけで次、レイトレッククリエイター応援キャンペーン、レイトレックシリーズパソコンご購入で5000円分ポイントプレゼント。いいですね、この夏え始めますみたいな人はね、ぜひレイトレックおすすめです。対象商品がレイトレックのデスクトップ PC とノート PC で、中古アウトレットは除きます、うん、期間がこちらも、あこちらは1日早いの、8月5日の朝まで通販です。店舗は8月4日まで、お気をつけて。10時59分は朝、朝でしょ。11時59分まで朝でしょ。11時59分まで朝なの。そうですよ、お昼まで朝ってこと。12時は昼、12時から昼ですよ。突然ポーンとあの針が動いたら昼って。そう、それまで朝なの。そうです。え違うの。いやあのね、あの合ってるんだけど、うん、一般認識は違うと。え一般認識の朝は、いやいや言ってることはね分かるのよ、うんうんうん、分かるんだけど、この一般認識としてはあの7時8時とか6時とか。いや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 、午前中は朝でしょ待って、じゃあ夕方は。え夕方は何時からですか。えなんか定義あるのそれ。夕方はないの。ないえ夕方ないからもう個人の価値観なの。私は4時から夕方。あのね、4時か5時だと思う私も。そうですよね、うん、そうそうそう。みんなは何時だと思う、コメントしてね。いやでもね、確かにあなた言ってることは確かで、昼まではあの This morning っていうね英語でも、ほら、うん、10時だろうが11時だろうが、うん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 、ただすごい違和感あるじゃん。そうですか、私11時とか全然朝だと思ってますけどクリエイター応援キャンペーンの話しよう5000ポイント、5000円分ポイントね。5000円分のポイントです、はい、ということですね。これもまあぶっちゃけあのクリエイティブな方向じゃなくてですね、ゲームに使えますんで。そうなんでございますよ。でね、ここだけの話していい。何、あの、ね、レイトレックの、 あの、もしクリエイター向けの PC ってゲームも結構動く。そうなんでね、あのクリエイティブはたまに忘れてゲーム楽しもうぜみたいな。そう、ゲームからインスピレーションをね、あ、吸収しましょう、クリエイターの皆さんも。そうそうそう、はい、はい、では次、ジャックスショッピングクレジットのコーナー。こんなにコメントがなくて寂しいコーナー他にあるでしょうか。いいえ、ありません。というわけでさらっといきます。ジャックスショッピングクレジット金利手数料無料キャンペーン、パソコン全品分割手数料なし、48回まで金利0円。高いパソコンを買う、でも分割で払いたい、でも分割で払うと手数料が加算で割高になっちゃうと悩んでいるそこのあなた、こちらを使えば分割手数料がないからすごくお得にパソコンを買えますよ。以上です。次、あの、いやちょっと待って、戻して、ね、だから欲しかった商品を自分のペースでお支払いが可能ということ、うん、そう、うん、これはですねぜひですね言っていただき、であれですよ、米印、はい、うん、イケメンに限る、違うな米印本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。そう、君があんまりにも不穏なことを言うからですよ。あ、でもさ、はい、なんだかんだこいつずっといるんだよなはい、次行きましょうはい、次は AMD CPU プラス各社対象マザーボード同時購入後、オートコード同時購入で最大14,300円お値引きしますよ。14,300円になっちゃったんだよね。そうだよ、すんごくお値引きだよ。あれだよね、 MSI のところ注目ということと、そう、ライゼン9ですよね、うん、高っしょうがないよね。そう、いいもんですから。高いいもんを、そうそう、いい、最大限の値引きでっていうことですね。一番しょうもない値引きはどこ？やめなさい。やめなさい。それはね、何？アスロックとギガバイトディスってるのあんた。違いますよ。愛ある愛あるやつです。ぶっちゃけた話をしようか。はい、5950X にあれだよ、B550MS2H を組み合わせてもいいんだよ。そうですよ。そうですよ。そうそう、もうどんな組み合わせだっていい。そう、でもね、X570 ユニファイを買うと14,300円なの。
ね、嬉しいな。だって値引きしてくれるだけで嬉しいですからね。この世の断りを感じるね。いろいろな550円あったら何ができる？いろいろできるよ。え、いろいろできるよ。ケンタッキーのランチが食べれる。そっか、あれって最近はもうあれなの、あのワンコインで500円とかって言ってて、うん、消費税がとかっていうのはなくて、あ、ないない、消費税も含めて、そう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 、パチンと500円玉。そうな そうなんですだからこういうやつ、いいね、あの、うん、ケンタッキーのハンバーガー美味しいよね、知ってます？ああ、なんとなく分かる。和風チキンカツバーガーめちゃくちゃ美味しい。うわ、食べたいよ。うち近所のケンタッキー潰れたんだよ。やめ、そういう不穏な話はやめて。そう、はい、全方位にあなた喧嘩売ってくるよ、ね、本当スタイルとして。そんなことないですよ。そろそろ、してる、そろそろわいざつなこと言っとく。言わない、はい、はい、じゃあ次、インテル CPU プラス各社対象マザーボード同時購入がお得。同時購入で最大3300円を値引きしますよ。はい、まさに、ね、NZXT のマザーボードあるみたいなんで。 NZXT そろそろ買うか。そろそろですよ、うん、これは予告なく終了するんじゃない、これも可能性あるよ ね、ありますよ、可能性あるよね。さあ、言ってたらうわーってなりますからね。はい、わかりました。はい、はい、というわけで今週の店舗通販ニュースでございました。続いてまいりましょう。注目商品、注目商品一つ目はチャカ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 ジョン、はあ、でんレーザーバラキューダ、あ、バルキューダね。違うよ、え、バルミューダ。バラクーダ、バラクーダね、うん、バラクーダってさ、うん、前ちょっと聞いたことがない、あなた。そう、でもバルミューダも聞いたことあるし、バルミューダっていうのはね、あの、うん、トースターとかね、そう、そのなんか家電つながりみたいな、ね、違うよ、私が言ってるバラクーダっていうのは、うん、ストレージ関連で聞いたことない。ストレージ関連で、あ、聞いたことないか。バッファロー、違う違う、バラクーダって確か出て1回ぐらい出ましたよね、うん、ランキングで出てますよ、ね、あのヒョウ柄ぐらいのインパクトあった？あの、ね、いや、ね、シーゲートのハードディスクシリーズにバラクーダってあるのよ、うん、あ、じゃあ海の生き物の名前ってこと？そういうこと、そういうこと、そういうこと。バラクーダ、あの、なんだっけ、カジキ系のやつ。あ、カジキなんだ。そう、カジキマグロ系ですよね、確かね。待って、カジキ系って、ね、その系には何がいるの？よくわかんないけど、あのね、大きくてね、あの、結構ね、うん、あの、いい感じの、いい感じ、かっこいい感じのね、かっこいい感じの。なるほど、あの、釣り人にも人気の。なるほど、なるほど。当たらないでモヤモヤっとしてるね。本当コメントないと困る。コメントないと困る。コメントもこのツッコミを拾ってもらえなくてお互いモヤモヤするっていうね。モヤモヤするっていうね。収録だと本当に。まさかここで調べるっていうのも ね。あ、でも収録だからいいのか。いや、調べましょうよ。気になるよ。バルクーダ。バラクーダ。はい、ちょっと待ってね。国を木曜日を祝日にするのはやめてくれ。今後本当にうちら困っちゃうんだから祝日が木曜日だと。バラクーダ。お、はい、出た、うん、カジキっぽい、カジキ系のね、カマスだ。カマス、カジキじゃねえ。カジキじゃねえや。全然違うけど、いや、ちょっと口が長いっていうところだけ合ってる。確かに、ね、バラクーダ、ね、鬼カマス。鬼カマス、そう、すげえかますんだよ多分。てめえこの野郎みたいな。なるかましたるかい。そうそうそう。なるほど、そう、違うよね、違うよね。鬼カマスってどういう姿の、何、なんでカマス、何をやってるの我々は。カマスの名前をつけたの、このゲーミングヘッドセットは。どうして、どうしてゲーミングヘッドセットはかっこいいの、その鬼カマスっていうやつは。フォルムがかっこいいのかい。まあ多分かっこいいしじゃないのかな。そうなの、あんまかっこよくないぞ。愛嬌のある顔しとる。愛嬌のある顔しとる。謎が深まりますね、はい、これレーザーの方、ね、今度呼びましょう。これは多分ね、これ丸ごとカットされると思うわ、このくだり。はい、行ってみましょう。はい、こちら特徴です。特徴その1、さまざまなデバイスで簡単に高速ワイヤレス接続可能な C タイプ C ドングル。 C はい、このタイプ C ドングルに米印がついております。なんだ、USB Type A 接続をしたい方のための変換ケーブルも付属しております、うん、そしてワイヤレス接続以外に 3.5 ミリ端子の有線接続も対応しております。もちろん 3.5 ミリケーブルも付属、うん、もう全方位に優しい。そうですね、もうどんなやつも Type C がねえよっていうやつにも、はい、すごい、でも、ね、なんていうの、配慮してる。悲しいかなね、あの米印 iPhone を除くでしょ結局。
はい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 、じゃあ特徴その2、軽量 250g& エルゴノミクスデザインによる快適性、うん、そして特徴その3、レーザートライフォース 40mm ドライバーレーザーハイパークリアカーディオイドマイク何何ハイパークリアカーディオイドマイク搭載してます、うん、はい、担当の熊谷熊谷今度はですね、ええ、あのこのバラクーダはカマスっていうそういう格好もお願いします。鬼カマス鬼カマス鬼カマス、はい、レーザーより新発売のバラクーダ X ゲーミングヘッドセットのご紹介です。付属のタイプ C ドングルを接続するだけで PC はもちろん PS5、Nintendo Switch、Android スマホなど様々なデバイスで高速ワイヤレス接続が可能になります。また本体重量 250g の軽量設計でさらにエルゴノミックデザインにより長時間使用しても快適です。サウンドはレーザートライフォース 40mm ドライバーを搭載しており、マイクはレーザーハイパークリアカーディオイドマイクを搭載用、ガチガチのゲーミンググレードとなっております。なるほどですね、うん、何、あ、そう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 、実物を、はい、音を聞かせてくれるんですね、というわけで、はい、見てください。実物がこちらでございます。リリリリン、じゃん、じゃあこれを開けていこう、こう、じゃん、じゃがじゃん、じゃがじゃん、じゃんじゃんじゃん、と、いやー、出ました、バラ、お、おおおおお、顎を映すんじゃないよ。顎やめろ。はい、あ、合わせてくれた。お、なんか変わった袋に入ってるよ。今まで見たことないタイプの袋に入ってるよ。あ、そっか。危険だから。フォアゲーマーズ、バイゲーマーズ、フォアゲーマーズ、バイゲーマーズって書いてある。うん、何が危険ですって。いや、だからあの音漏れしてさ。うん、めんどくさいことになったら嫌だからさ、あら、アニウメなんだよ ね、 そうですね、やっぱりね、その時はね、半径の関係ない、関係なくはないよ、半径ね、関係ないのはこの番組だけですからね、アニウメプロジェクトにも半径はあります、あります。じゃあちょっとなんかコードがねいっぱいあるんで、これかな、は、これじゃない、これが変換ケーブル、でで、いっぱいほら、ほんとね、入ってるんですよ、スマホのね操作って超苦手なのよ。そうそう、付属品見せてください、付属品を。付属品を、ちょっと、うん、付属品がね、全部綺麗に入ってる。ちょっと出しましょう、じゃあこれをね。よいしょ。ほい、ほい、ほい。あ、ふわふわ。あ、これはマイク。マイクとドングルですね。これマイクとドングルが入ってます。そして、これがドングル小さいでしょ、意外と小さかったです、小さいでしょ、小さくないよ、あ、小さいか、平べったい、小さいでしょ、うん、すごい平べったいです、ほらスイッチもつながるんだからね、あ、面白いね、そっかそっか、うん、で、これが 40mm ジャック、うん、あれあれ、向こうやオーディオイヤフォンジャック、はい、 USB のタイプ A から、うん、タイプ C を変換するやつ、うん、つまりこれはどうやって使うの？だから、あ、これ刺すってことですか？そうそう、それでさ、普通にさ、あの USB 接続できるじゃない、タイプ A で。あ、そっかそっか、うん、なるほどなるほど。だから要するにタイプ C ない人困るじゃない、うんうん、うん、ということですね、うん、話をさ、え、本当にそういうこと？で、これがタイプ A、タイプ C の一番オーソドックスなケーブルでございます、うん、それ多分充電用じゃないかな、うん、だってほら本体ワイヤレスだから充電しないと、あ、そうかそうか、ワイヤ、でもワイヤレスでもあれでも使える、両方使えるよってやつですよね、有線でも使えるけど、有線だって別にあなた、あ、別にあなたか、あのあれほら別にあなたかってね、それ電源必要でしょ、電源必要、あ、そうじゃない、いや、必要じゃないわ、必要じゃないわ、ヘッドホンだからじゃない、え、じゃない、じゃない、じゃない、何を言ってるちょっと今大混乱なんですか、俺も混乱したの、待って、でも私も混乱してる、ここ待って、ここちょっとあれだね、あの吹っ飛ばそう、吹っ飛ばしましょう、吹っ飛ばそう、つまり今からこれをスマートフォンにつなごうと思ったら、え、例えば、あ、ここにドングルをそっちに挿してもらって、そうそうそう、これでドングルを挿すわけですわ、でこっちの電源を入れますと、これ電池あるかな、はい、電池あるかな、えい、電源ボタンお尻についてます、わかりやすい、これで長押しかな、もう流れるはずよ、お、つ
きました。ここのね電源ボタンを押したら、はい、ここのランプがついて、あ、あ、流れてる？どう？あ、流れてる？聞こえてる？聞こえてる？チャチャチャ、あ、アイライン濃いめ気分上げてこ、アイワナラブリー、いや流れてる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 、すごい、こんな簡単に使えんの？ね、ちょっとマイクも挿してみてよ。まあ今はマイク関係ないけど、あのゲーミングの時にね重要になってくるんでね。あと充電ポートも見せてください。基本的にこっちの右側に全部が集約されてますね。ボタンだろうが何だろうが、マイクの充電のポートもあります。充電のポートもございます、はい、あれ合ってる、これこっちから。あれさ、普通にさ、そのオーディオヘッドホンとして使うときはさ、マイクっていらないから、うんうん、あの要するに取り外せるのはすごい便利なんですよね、うんうん、で、あとポートは、ポート、あれ本当に右、これ左やんけ。ポートは全部左に、左にあります。右手で充電とかね、だけど嘘です、うん、あのおっさんがねアップにしないからね、ちょっとムッとしてるんですよ私。こんな感じ、うん、起きた。あのそのいやいや動くのがさどうかと思うよ僕は。はいはいはい、っていう感じですよね。音はいい、やっぱりね、そのさすがね、レーザーです。すごい密閉性高い。おでもなんかね、うん、重そうな作りなの、うん、でも軽いの。あ、言ってることわかります。 なんか、うん、重いヘッドホンってずっしんがっしんがっしゃんっていう、うわ密着してるしずっしりくるぜっていう感じがあるじゃないですか、うん、で密着してるぜっていう感じがあるのにずっしり来ないぜっていうね、うん、すごいね、やっぱレーサーだな、うん、これすごいゲームに没入できる感じだと思いますよ。いいですね、ありがとうございます。アニメプロジェクトの最新楽曲プッシュプッシュプッシュじゃないですか。はい、はいはい、というわけでですね、皆さん、はい、こちらさすがです。バルクーダ鬼カマス、鬼カマス、確かに鬼カマスだと分かりました、はいはい、ということでございました。はい、はい、でですね、向かい片付けてる間に私の方がですね、あった、行ってみたいと思います。お願いするぜ、はい、ということでお続き、はい、上海問屋冷却ファン付き多機能スタンド、ということでですね、2780円ですね、はい、ノート PC タブレットスマホ用冷却スタンド、初見台、え、初見台っていうのかな、これ初見台、初見台、初見台だよね、そうだよ、初見台かな、初見だよね、あ、これも調べよ、調べよ、うん、生放送じゃないから調べちゃおう。そう、でも絶対にね、大体編集されないんですよ、さっきとしやさんが言ったワイザツな単語以外は。初見台ですね、初見台か、はい、ということでね、でここでちょっとね、クックッ、なになに、ノート PC タブレットスマホ用冷却スタンド、ま、あと初見台にもなるっていうね。これ、ね、今編集点作ってましたよ、これそのまま流されたら、流されてもムカつくわな。ということでね、ちょっとね、ここで重要なのはね、重さがですね、592g ということですね。意外とね、ずっしりした感じ。そうですね、はい、このヘッドホンの倍よ。はい、特徴いきます。はい、在宅ワーク、学習、ホビー用途と、様々な場面で活躍する便利な多機能スタンドですということですね。ノート PC やタブレット、スマートフォンなど様々な端末、様々端末となってますけどね。様々端末。ここですね、私のようなライターがですね、様々なというふうに名を付けてですね、様々な端末に対応しており、さらに冷却用のファンを搭載と。ノート PC を支える爪の部分は引き上げると、クリップにもなっており、書籍のページを開いておく初見台として、使用することもできますと。はい、特徴1、さまざまな端末に対応、yeah. ということですね。これちょっと後で見てもらえば分かるかな。で、初見台になる。なる。うん、で、あのね、意外とね、その今でもやっぱり紙って重要なんで。なんか紙の方が読みやすいですよね。うん、あのいろいろあるんですよ。なんだかんだ言って。うん、で、そういうことがあるので、あの例えば本だとかなんだとかっていうのをここにポコッと置いてね、うん、あのまあ、開いて見るっていうこともできますよと。うん、あとはあれだね、寺子屋がごとくね。寺子屋。そう、あれですよ。青空授業。青空授業じゃないけど、あの正座してその前にこれ置いて、うんうん、で、あのあれじゃ、神道とはみたいなさ、よくわかんない。寺子屋ってそういうあれなの？なんかソロ版やってるイメージですけど、私。なんとなくそういう雰囲気もあるよね。はい。そうですね、あのリズムゲームの置きプレイに便利って思いますね。ああ、はい、なるほどね。ということで実物見てもらった方がやはり早かろうということでございます、ね。どうやって入ってたんだろう。ね、それ始まるよね。ステッカーもありました。はい、ということで、
やって始まんない？これプレゼントになります。こんな感じでいいかな。ほらちゃんとあの初見台のあれも入ってる。なんかいけた写真も。いけた。そこじゃねえべ。いけたいけた。ここだべ。ほらこっちこっち、ほら、はいはい、ということでございました。よいしょ。プレゼントになるんぞ。そうぞ。そう、うん、あれだね、あの村井さんを悩ませる、これもあるけどとりあえずこんなもん見ない。説明書じゃないですか。説明書ですよ。中国語ですよ。中国語か。はい。でですね、電動ファン、2つ、うん、こういうふうに置いた方がいいかな。電動ファン2つありますですね、USB USB 給電ですね。別にこのまま使ってもいいです、そんなに高熱が発生しないんだったら。ということでですね、まず最初にですね、見てほしいのはこれが要するに回る。本当だ。だから要するにこうなんていうの、ポイントで、うん、そうでちゃんとクリック感もあるんで、あの中途半端なところにはならない。吸気排気の位置合わせられる。裏面がこうで、パキッパキッで、どこだ、よいしょ。壊したらやばいからな。朝は水だね。やばいからな、壊したら。ちょっと待って、ちょっと待って。割っちゃう、としやさん、もしかして。いや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 、さすがにね、それだけはまずい。破壊神の名はあなたに譲りましょう。むかつく。で、ね、私破壊してないですからね、実際何も。言うてるだけでみんなが。どこで止まってるんだこれ。みんなの言葉が私を破壊神にしているのよ、本当に。ここか。使う言葉には気をつけてください。ここだ、私だって人間なんです。ええじゃないのよ。ね、あ怖かった。あ怖かった。ちょっと勢いがいるんですね。そう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 。パカッとするのに。はい、でこれでこういう風にやるんだけど。角度調節も。こうなるんだね。はい、お結構あれですね。よいしょ。この角度から浮くんだ。はい、角度つけます。私みたいに座高の高い人はこれぐらい高さがあるとすごく嬉しい。今鼻で笑っちゃったよ。ふんって出ちゃった。そう、私お母さんと身長2センチぐらいしか変わらないんですけど、もできるでしょ。お母さんの方が足がべらぼうに長いんですよね。でこうもできるでしょ。確かにお母さん足長かったよね。そうなんです、うん、うちのお母さんは足長いんです。私お父さんに似ちゃったので、ね、これがねやっぱりねいいなと思ったのが、うん、これでねニャンニャンと伸びるのよ。おあ挟むことができる。そうそう、でね、スマホもいけちゃうんだ。じゃあいやだからスマホいけるのよ。まあ、当然タブレットもいけるんだけど。そうですね、うん、でこうするじゃない、うん、でここなのよ問題は。どこどこ問題っていうか、こう縦にさ、うん、置いてさ、まあ、ポケゴをやるわな。はいはい、はい、でさカンコレやるときはさ、うん、こうよ横ね。ちょっと待って、うん、こうよ、はいはいはい、そう。馬娘は縦、馬娘縦です。馬娘縦ね、馬娘モード、馬娘モードでできるわけ。そうそうそう、うん、嬉しいぜ。でパタパタ倒して、でもスマホはファンはあんまり関係ないですよね。スマホだったらファンは、いやいやいや結構熱くなるよ。そこについてても大丈夫、このその位置。あ横はいけない。いやいやいけないの。いや夢を持とう。夢を持ちましょうか。夢を持とう。確かに、はい、でここここが出るんですわ、こういう風に、うん、あなんか出た。出たでしょ。あノート PC スタンドが、これがこれがちなみにバネになってて、ふんふん、ね、バネになってて、ここでページを挟めるわけ。なるほどなるほど、はい、あそうか本か、そこはそう。あいやでなおかつなおかつ、まあ、ちょっとねタブレット持ってきてないんで、うん、あれなんだけど、ノート PC もノート PC もよいしょ、こんな感じで、まあ、タブレットでもいいし、いいですね、うん、でちなみにここに出てるのがオニカマス。オニカマス出てます。見えないけど、オニカマス、あ見えた、はい、オニカマス一覧。うん、あのね、そうそう以上にかっこよくなかった。でもね、とぼけた可愛い顔してます。そう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 。でこういうのだと例えば、もっと倒してね。なんでバルクーダはバルクーダ、バラクーダ、バラクーダ、バラクーダはオニカマスにしたんだろう。ね、なんか意味があるんだろうな。なんかあるだろうね、多分ね。そういうのコメントでさ、ね、いるのよね、この尻博士みたいな人が一人は。こんな感じでね、あのバラクーダ見るときにすごい便利だと思うんですよ。バラクーダ見るときにピンポイント。これで大丈夫だよね。
一応全部紹介したよね。紹介したと思います。まあ、本はないけど、本とタブレットないけど、まあでもね、うん、想像つきますから。そう、こういうのを1台持っておくと、超便利ですよと。あとは、最後の最後にですね、ファンの音を確認してですね、お別れしたいと思います。もうブルルみたいな感じだったら困るからね。タイプ C だ。あら、ナウナヤングね。ナウナヤングだね、本当に。ありがてえや。もう最近みんなタイプ C だからね。タイプ C はさ、上下を確認しなくていいから大好き。本当だよね。タイプ C の方が電力取れる。あー、電力も取れるのか。っていうかさ、何？タイプ A 考えたやつさ、本当インタビューしてみたいよね。あれさ、何がムカつくって、うん、こうやってやったらチッと思うじゃん、うん、こうやってやって刺してさ、刺さんないんだよ。何なんですかね、あれ。あれ、そう、それでもう一回戻して刺すと刺さるのよ。あれ何？あれ何？一回ブロックされるんですよね。そう。なんでなんだろうな。お、いやー、回してよかった。光ってる。え、光るの？うん、音はね、すごい静か。本当だ。うん。でね、レインボーカラーだと思う、多分これ。今変わると思う。ほら、変わった変わった。変わった変わった。左右ちょっと時間差がある。うん、でも音マジでしないですね。しないしない。全然。っていうかさ、あ、なるほどね、要するに熱い空気を、ここにたまる熱い空気を吸って排出するんだ、うん、あ、吹きつけてるんじゃないんだ、うん、じゃあ今トシヤさんに向かって風が吹いてるんだ。あ、こうするとね、こうするとね、うんうん、へえ、すっごいニコニコした顔みたい。あ、あんまりならんな、それはさすがにな。ユリだ、うん、ということでございました。こちらの方ですね、1個あるとこれから本当今年暑いと思うよ。いやー、マジ暑いと思う。超猛暑よ。本当。だから、いつも魚が茹で上がっちゃうからクーラーずっとつけてます。そうだよね。そうなんだ。あれやばいんだよね。そう。うん、はあ、かわいそうな子たち。これがね、パチっていうのがちょっと怖かったの最初。まあでも結構しっかりしてるってことですよね。そうですね。いい感じだと思います。おー、はい、これプレゼントです。これ月末、来週だね。じゃあ来週プレゼントの ね、はい、あれになると思いますので、はい、チェキラー。じゃあ最後 SNS 行きましょう。SNS まずは出演者ツイッター。忘れてた、アイコン変えるって言って変えてないわ。うん、変えてないわ。あ、なんですか、なんですか。お、なんか痩せてない。出た。どうやって傾けばいいんだ。こうか。言ってんだ君は。なんか痩せてるよね。痩せてんじゃない、もしかして。まあ、ちなみに体重計には反映されておりません。はい、あのツイッター2人ともやってますんで、ぜひフォローしてください。ほんとさ、 US のさ、あの女子レスリングのさ、チームからスカウト来たりね。トシヤさん、ん、メガネ割りますよ。いや、はい、すいません。はい、続いてこちら、トスパラ最新情報発信中、ツイッター、フェイスブック、トスパラエクスプレス、そして YouTube チャンネルもあるよ。上海の山 YouTube とツイッターやってますよ。君ならメダルを目指せるぜみたいなさ。あのさ、うん、レスリングの選手の方にも失礼ですし。そうですね、はい、本当にね。ヘイリサとか言いながらよくわかんない。リサはね、ニックネームはね、ニックネームはもうリサで。そうそう、リサで世界的に言えますかね。はい、はい、じゃあ次こちら、ドスパラ公式ツイッターキャンペーンその1、ハッシュタグドスパラでこれ買った投稿キャンペーン実施中でございます。先週からやってるやつですね。ツイッターでハッシュタグドスパラでこれ買ったキャンペーン実施中です。このハッシュタグをつけて買ったものの画像を投稿していただくと、ドスパラがいいねをするキャンペーンです。一部投稿は引用リツイートで紹介させていただきます。皆さんの投稿お待ちしてますね、ということです。そして次、あ、今気づいた、後で言おう。ドスパラ公式ツイッターキャンペーンに、パソコン×猫動画投稿キャンペーン、対象には10万円分のドスパラポイントをプレゼント。さらに参加賞も1000ポイントプレゼント。こちら先着100名様なので、皆さん先着だから早く投稿した方がいいよ。まだどれぐらい余ってるんだろう。友達ん家にさ、すっげえ可愛い猫いるのよ、うん、もうそれをさ、自分の猫ですと、うん、いいでしょ、別だから猫、猫だから。皆さん今の現地撮りましたからね。何ですか、何ですか。はい、サードウェブ製 PC を使った YouTube 動画投稿キャンペーン実施中でございます。第1弾のテーマはパソコンをかける猫、 PC の邪魔をする猫、 PC に興味津々の猫などなど投稿お待ちしています。のこの絵文字見て、みんなこれ僧侶がこうやってねえ、何万だーしてるじゃないですか。何万だーしてるじゃないですか。そういうものって思うじゃ。でもこっちはさ、手を合わせてるんだよ。いや、手合わせてる。あ、本当だ。こっちはあの PC の邪魔をする猫の項目も猫なのに、こっちは文字分けして四角になってるの。違うんだよ。え、違うのよ。何これ、
プリンターのフォントなのよ多分。え、プリンターのフォントとかあるの？プリンターのフォントってあるんだよ。知らなかった。そっか、そうなの？今の子はあれか、文字コードとかは知らないか。知らないです。そう、あるんですよ、コードで決まって。そうなの？そう、だから要するにプリンターとか PC でもいいんだけど、うん、あのフォントが違えば、要するに同じコードでも違う、こうグラフィックになるの。でこれが今分かりやすいのが、うん、これは多分ね、手を合わせるっていうあのグラフィックっていうかコードなんですよ。コードっていうか、要するにそのデザインにくっついてるコードなのね、うんうん、同じなんだから。じゃあパソコンは明朝体で、でもこのプリンターのコードがゴシック体だったらゴシック体しか出てこないってことですか？あのプリントするとゴシックになっちゃうってこと？あのね、それまた難しいんですよ。違うんだ。うで、ね、よく見てみ、よく見て、はい、これ多分丸ごとカットされると思うんだけどあのさ、プレゼントの後ろのさ、はい、ギフトボックス、それ比べてみなさい。あの印刷したやつされて、違う、白黒逆転してる。白黒逆転っていうか、そもそもあれじゃない、まあ、そもそも形も違うか。そう、はいはい、あのあれ実施中ですの後ろ、うん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 、多分ねこれ全部カットされると思う実習ですのキラキラも違いますね。これがね、実はね、あのパワポでね、結構ね悩ませるんですよ。へー、変わっちゃうんだ。作るじゃん、あの会社で、会社の PC で、うん、よしできたって言って、あの会場を持ってって、うん、じゃあこれでお願いしますって言って、うん、出すとガタッと崩れてたりね。うわー、そう、何なの、互換性の問題ってことです？ちょっとそれもまた違うの。本当がね、ないと代用されたりっていうのがまず一つあるの、ね、はい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 、うん、だとそのまあ、ある本とない本とだよね、いずれにしてもね。なるほど ね、 ね、あるでしょやっぱりそれね、本当に。ね、そうそう、会社員の方こんななってます。会社員の方ドスパラの人ね、ドスパラの人はい、というわけで皆さん、あのフォントに惑わされず動画投稿キャンペーンやってください。はい、はい、そして店舗ツイッター一覧がこちら。お近くのドスパラの店舗ぜひフォローしてくださいませ。そして LINE アカウントもあるよ。ドスパラ公式の LINE アカウントをお友達登録すると、新規のお友達登録で500円じゃないで300円のクーポンがもらえたりとか、お得な情報も届きます。はい、というわけでドスパラ LINE アカウントもやってます。お友達登録でもっとお得に、新規登録だと300円オフクーポンがもらえます。お得な情報も満載、ぜひお友達になってね。でこれが両方使われるんで、うん、こういうところだけねえ、今だよ、うん、その変な言葉つぶやくの。あ、なるほどね。いや僕みたいに上品な人間そういうこと言わないからはい、というわけでレギュラーコーナーが終了でございます。みんな次に待ってるのは、そう、村の道のコーナーでございます。ふー、さあネクストジェネレーションということで、次の世代です。みんな今日はね、収録だから、あのちゃちゃっと、もうむっこいい加減そんなところはもうちゃちゃっとできるだろうっていう、おなじみの場所をちゃちゃっとやっていきたいと思います。ということでマザーボードに CPU、 そしてなんか水冷のバックプレートつけて、メモリつけて、うん、SSD つけて、うん、みたいなとこやっていきたいと思いますよ。ああ、一つ重要なものを忘れてるような気がする。何何、作業を進めてください。わかりました。わかります、失敗した。 OS は君は今日は出番ないよ。これも水冷、でももしかしたらマザーボードに入ってるかもしれないな。よいしょ。さて何でしょう、私が悩んでいるものは。よいしょ。それは置いといて、あのね、私はこう主張したんですよ。収録なんだからできるところまでやりましょうと、うん、どうせさ、それをさ、ピルピルピルってほら早回しすればいいんだから。はい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 、うん、たらさ、いやいい、いやいい、いい、いやいいってなんすか。いやだからなんか今日はもうなんかみんな見上げてるところをもうちゃちゃってやって終わりでいいよあの、分からない、それが。そうなの。そう、これ出して CPU を出して、はい、ちょっとこれバックプレート出した方がいいかな。バックプレート出した方がいいですよ。でちゃんとマニュアルを見るだよ。あのちゃんと今回まとめてマニュアルはあのまとめてあるんだから。そうだ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 。どうやって開けたんだっけ先週。こうかかっこいい人かなんとか言ったじゃないそうだ、言ってた言ってた、うん、これですね。これバックプレートはどれ？だからマニュアルを見る
マニュアルを見よ。そうですよね、うん、よいしょ。本当に俺ここでカンコレ始めるぞ。はいはいはい、ここにマニュアルたちが、よいしょ。じゃあこれマザーボードのマニュアルだ、こっちだ。そしたらパーツがあるでしょ、インテル用の。インテル用のパーツ、パーツ一覧を見た方がいいのかな、うん、AMD 生半可にね、時間がめっちゃあるからね。バックバケットブラケット、これはインテルだからしまう。え、これとこれは一緒？違う、いいわ、後で確認しよう。で、うん、ネジたち、ネジたちは、あ、でもネジね、この AM4 って書いてあるセット、これを出せばいいんだよね多分。これね、この見えない黄色いシールはね AM4 って書いてあるんです。あ、そっか、こっからインテルじゃなかったな。そうなの今そこですか。そうそう、まあちょっと、とりあえずこれ出して、いやいいや、私なんか先を読むの苦手だから、やってから読もう、やりながら読もう。いやしょ、さあ昔新聞にさ顔つけて練ってさ、はいはい、うん、ほっぺたに記事が検証されたことがあったけどねはいはい、なんでそれ今思い出したんですか。いや今こうやって寝てたから。あ、そういうことか。眠いのよめっちゃあ、そうだ、カッター用意してもらったんだ。指で開けようとしたろ今。気をつけて、あなたのカッター使いはもう、今見た、各方面に、各方面に恐怖を与えてるんだから。よいしょ、え、クーラーないけどそれクーラーないよそのモデルは。あ、そうなの。そうそうそう。あ、そうなんですか。そうだよ、知らなかった。うん、あの5950もそうだし、うんうん、そのハイエンドの方はもうクーラー好きなの使ってください。そうなんですね、うん、そう、あ、知らなかったよ。そのクラスにあの対応する CPU クーラーって結構高価になるんで、あ、なるほど、それだったらもう選んでっていう。そういうことなんですね。私今自分でここ開けたのに誰か抜いてるって思って、イリュージョンって思っちゃった。びっくりした。誰も抜かないよ。びっくり。あ、注意事項ですね、うん、これ。そうそうそう、私全体入ってるもん。だってこのサイズだよ、入ってると思うじゃん。もっとコンパクトにしたら、パッケージ。まあね、それ言ってることは分かるけど今度あの佐藤さんに言っとくから。佐藤さんに絶対に CPU クーラーが入ってないって分かるパッケージサイズにした方がいいですよって。そうですか。村井みたいなものがおりますのでつってね、まっさり何も言わんでもそういくもんな。あのね、むっこや、そこでね一つポイントを言うと、うん、CPU をちょっと軽く抑えて倒して、あ、今大丈夫だよ、それ大丈夫だよ。ほうほうほう、軽く抑えてやると、うんうん、要するにこう、あの思わぬ間違いっていうかトラブルを防ぐことができる。あの要するに斜め、ちょっと斜めに入っててちょっと浮いてたりしたり、はい、あするとき、そう、ちょっと軽く抑えて倒す。なるほどね、ちょっとずれてたりすると、うん、そう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 、バキンといっちゃうことがあるってこと。まあバキンとはいかないけど。バキンとはいかない。はい、じゃあ次はどうしようかな。もうさ、あれ入れようかな。SSD、SSD、これ。SSD 入れちゃう、入れちゃう。これにします。でね、俺ここでね、さっきに、ね、ああって言ってたのがね、なんとなく分かる、あの分かると思うんですよ。え、今ここ、いやいやいや、進めれば。すごい、あの細かいネジないってことですか。ネジっていうかドライバー。そういうこと。そうですよね。私もちょっと嫌なやつ、ね。マザーボードの箱の中に、あのもしかして入ってないか。いや、マザーボードの箱の中に付属で。あのね、クラスによっては入ってるのよ。で多分あれは入ってない、このクラスは入ってないと思うんだけど。入ってないかな。一応見て見て見て、ないよね。ないですね。ないよね。ちゅうことで、おっさん、精密ドライバーあるかね。精密ドライバーあります、うん、精密ドライバーをちょっと、じゃあそうだね、これは後にしようかな。精密ドライバーじゃないとダメだよね。ダメ。いや、そもそもあれが工夫してる可能性があるから、こっち側が。そうですよね、うん、ちょっと見てみようかな、うん、まだあの指でパチンってできるやつじゃないよな、うん、よいしょ、外せる、うん、ここはね、あのこれはヒートシンクは外せるんですよ、うん、その中がどうなってるかっていうのを確認。そうなのよね。あの、エイスースさんが最新のあの9パッチみたいな、なんだっけ、なんかすごいね、手でパチンって
外して止めてってできるやつをね搭載したマザーボードもあるんですけど、これはそうやっぱりね、あの細けいネジのやつです。細けいネジはついてる？細けいネジついてないですね。じゃあ、あの箱の中に、箱の中から、はい、ここに置こう一回。よいしょ。え、ちょっと待って、箱の中じゃん。よいしょ。あとサーマルパッドはついてた？サーマルパッドついてないですね。あ、いや、あのヒートシンクが。裏、裏。ついてない気がする。ついてない。ついてるわ、ごめんなさい、死にます。はい。ついてた、さすがだぜ。これね、加藤さんも文句言ってたのよ。もうさ、ネジなんとかしてっていう。でもね、エイスースさんは最近なんとかしてるんすよ。はい。それがね、すごいの。あの、なんだ、キューラッチだっけ、なんか名前があるんですけどね。はい、ありがとうございます。おいおいおい、あるはずよ。なんでないんだよ。あるある。違う、あ、これか。え、これこれだ、これこれか、これだと思います。なんかもうちょっと平べったかった覚えがあるんですけど、一応これでいいはずなんだけど。これかな、これでいいはず、これでいいはず。よし。ってことはこれネジ受けもつけなきゃいけないの、自分で。みたいです。ああ、そう。あ、でもネジ受けはあの長さが短いやつだったら、はいはいはい、つけてねってやつですね、はいはい、なので今回は大丈夫。よし、じゃあメモリかな。なんで SSD やんない。あ、そっかそっか。あ、違う、ごめんごめん、バックプレートだ。うん、バック、なんで SSD やんない。今の3分ぐらいの流れ全部ぶっ飛んじゃったんです。眠いのよ。、ね、ちょっと、うん、メモリ、メモリ、メモリじゃなくてバックプレートやります。バックプレートやるの。バックプレートどうやってつけるんだろう。そこにあった、あそこにあった、あった、ありがとうございます。、はい、バックプレートどうやってつけるんだ。これは外すのか、一回こういうさ、もともとついてるやつセットでさ、はい、あの一本ないやつってさ、すごいイラッとする。あ、ないですか。そうそう、それ一番さ使うやつがなかったりするかな、意外とね。あのほら、あの家庭用のさ、うん、あのドライバーセットあれじゃない、うんうん、もう100均でもどこでも売ってる、はいはいはい、あのグリップがついててそこにこう刺して使うやつ、うんうんうん、あれで、ね、1本ないともうね俺ダメ。もう俺ダメ。そう、よいしょ。一回このもともとついてるのを外す、外します。これあれは引っ掛けるやつだから簡単ですよね、この AMD のクーラーは。ふん、ある意味コメントがないのは不幸でもありラッキーでもある、うん、そうですか。ラッキーな、ラッキーな要素ありますか、うん、っていうのが、うん、あのみんなの阿鼻叫喚を聞かなくて済む。地獄の、そう、あーあーとか、いやー助けて。なぜか最後手で回す私。よくわからない。まだでしょ。ああ、こうなってほしくなかったから手で回してたのに。もう私は慣れたけどね。どうですか。そう、ふーんって思って見てる。よし、こいで後ろからなんかまず、うんうん、お尻から、ね、ネジもちゃんと用意しといた方がいいよ。刺します。ちょろちょろちょろ。ネジもちゃんと用意しといた方がいいよ。ネジって、いやいや、あ、そっか、 AMD の方はバックプレートいらないの。なんかいらなそうです。あ、ほんと。これが AMD スタンドオフっていうんだって。へえ。あ、じゃあバックプレートじゃなくてそのスタンドオフを取り付ければいいの。そうなんですよ。ほう。で、なおかつなんか、なんかフレームっていうか固定用のやつとか必要なの。そうだ、この後にフレームを、うん、あー、フレームっていうか、え、なんていうの、あれ、なんか説明終わった。終わった。いや、なんか、なんか必要なはずだよ。そうでもない。おやおやおや、そうでもない。おやおや。私も見てないから。なんか大丈夫そうです。大丈夫そう。はい。おお。なんか不安そうだぞ。え、でもほら見て、これ。ちょっと見せて。なんかこれはね、この丸はあっちの水冷ヘッド側にセットするみたいですよ。だから後からやるみたい。なんか、なんかいいみたいなところが悔しい。それでいいんですよね。うん。いいみたいなところが悔しいって言いましたよね、私ね。はい、はい、じゃあこちらね、ちゃんと
この説明書コーナーに置いて、で精密ドライバーが来たからありがとうございます、はい、こいで合いそうなやつでいいですよ。うん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 、これを出してこっちにはめて斜め差しタイプかな。あ、待って、長さ足りないからこれあれだわ、あのさっきのやつはめなきゃダメでした。あ、これだ。なんかダメ、そう受けをね、うん、取り付けないとダメな長さでした。はあ、っていうかそもそもヒートシンクだけか受けがついてるの。あ、なるほど、勘違い、勘違い、なるほど、なるほど、だからそっちにスペーサーがついてるのは そのせいだ。うん、うん、なるほどなるほど。スペーサーつけときなさいよ。スペーサーつけるやつちょっと忘れちゃったんで、うん、手でつけます。まあ、あなたの力だったら大丈夫です、うん、ギチギチに止めました、はい、もう私の指がベコベコにへこんでますから多分大丈夫でしょう。アズセイムアズ大谷、重たいだからね。ね、よいしょ、でかガン、あ、じゃあこっちか、ギン、あ、めっちゃ私が隠してんのかこれ、すいません、ちゃんと刺しました今大丈夫、ちゃんと合ってる。うん、合ってる、合ってる、合ってると思います。 OK OK OK、 へいへいほ、ここよ、私が一番大嫌いなこの、ね、これをここにね乗せんのがね、あ、乗らない、乗ったかい、一番いいところを指で隠して、ここさはいはいはい、刺して刺さってくれよ、あなんで、これモニョモニョモニョってたらここにくっつくタイプ、あ、これくっつくんじゃね、よいしょ、あ、ここよ、ちゃんとさ、ここ大嫌いなのよちゃんと行っても作業を強奪するためにマスクまで用意した、ちゃんとほら可愛い迷彩マスク、よいしょあ、ギルギルギル、来た来た来た、よいしょよいしょ、ほら終わった、ムカつく、ムカつく、この私このちっちゃいネジがもう本当にうまく扱えない、毎回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 、このみんなちゃんと取るんだよ、このヒートパッドのヒールをよ、下で見せればいいじゃない、下で見せる、そう、こう、そうそう、あ、ちょっとこれね、みんな、はいはい、あ、いいね、これをちゃんと取ってサーマルパッドのとこね、おー、ね、これはどっちだっけ、こうか、よいしょ、おいよいしょ、はい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 、ここら辺だよねただそれもね慣れなんですよ、ドライバーが本当に私の言うこと聞かない、うん、本当ね慣れなのよ、ずれてるねこれね、ガコガコ言うよって、ここかな、それも分かってきてるってことですよ、お、いった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 、よしよし、まあ、強く締めすぎないでよ、うん、強く締めすぎないでよ、舐めてる、だいぶ、よいしょよいしょ、まあ、バキって言ったら私が突然わいざつな言葉を叫んであのやり直しする、そう、いや、全て抹消するんで抹消しましょう、よし、じゃあメモリ刺そうかな、メモリはですね、あの私自分家のやつ今刺すと完成までパソコン使えなくなっちゃうからとりあえず2枚、はい、刺して最終的に自分家のやつを刺すという形にさせていただきやす、あ、出てこいよ、はい、出てきました、分からん、綺麗に開いたよ、ほらね、ほら、パッケージほら、ぐっちゃぐちゃやん、ぐちゃぐちゃじゃないよ、割れてなきゃ OK、 はい、これで確かね CPU から1個飛ばしでちょい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 、一応見る、そう、あのね、昔ね、うん、あの松下幸之助さんが、うん、あの他のデッチと旦那さんに呼ばれて、うん、お前たち100円を2で割ったらいくらになるか分かるかって言われた、ほうほうほう、うん、そしたら他のデッチたちは、うん、要するに松下さん以外は、うん、50円です50円ですって言ったの、50円ですよね、うん、そしたら松下さんだけは、うん、少々お待ちくださいって言ってソロ版を出して、うん、それで100を2で割ったね、で50円でございます、
なるほどね。そう、待ってください、私えらいドッグイヤーしてあるからすぐ開けたそっちに全部持ってったかい。ドッグイヤーしてある。俺のありがたい話はどこ行った。えらいよ。よし、合ってます。はい、松下幸三さん、松下幸之助さん、ね、あ、幸之助さん、幸三さんって誰だろうな、ね、よいしょ。でそれを聞いた時に、うん、いや普通に分かるんじゃないのって思った。うん、私も、うん、だから我々は松井さんにはなれない。なれないですね。でもドッグイヤーしてあったよ。えらい第三の陣営やっぱりそっちに持ってくね。幸之助じゃなくて幸三がやっぱいるよはい、そしたら今日はここまで。本当に何、マザーボード周り終わったの。終わりですよね。何、なんかトラブルは。 No トラブル。やっぱりね、私ほどの実力者になるとトラブルも寄ってこないわけですよね。いや私はね、めっちゃ期待してるのはね、うん、あの水冷のところあれは期待できるよ。だってさ、だってマザーボードが終わったでしょ、うん、あと電源ユニットで配線でしょ、はい、であそこら辺も大体慣れてきたじゃん。まあそうですね、簡易水冷ユニットですよ、うん、そしかもあのケースはちょっとあれだからね、クセモン、クセモンだからね。ね、うん、そこですよね。いいですね。まあでもそこは確かに生放送でやりたい感はあるから、この収録はここまでにしといてやりますか。そうですか。仕方ないからね、はい、みんな楽しみにしてるだろうからねなんかここがすごくニムニムにしているけれども、おさ、来週は何、普通なの。まだあれだけど来週普通ですよね。オリンピック期間だけど普通です。普通ですか。なんか選手みたいな格好してきた方がいいですか。ねえ、なんか何がいいかな。ブルマンブルマン、ブルマン、ジャージかな。ジャージだね。ジャージだね、うん、私はブルマちょっともう NG、 事務所 NG なところあるんでね。じゃあ俺が履こうかもう NG です。本当に世間 NG。 そうですか。はい、というわけで皆さん、はいはい、収録でしたが楽しくお送りいたしました週刊のアスパラ TV。 収録なんでスタッフがもう嫌だっていうまで続けてもいいんだよ別にもうこのままぶっつけで ぶっ続けで ROG ライブまでやります。やめて。あと最後の最後に例えば事務所に対する文句とか全部カットされるからいやいや、もうすごくね、よくしていただいてね、円満な関係を築いておりますじゃあちょっと私があの東京オリンピック2020に対して物言おうかいえいえ、どうせカット、どうせカットされる。社会的にとしやさんがいなくなっちまう。アスリートの皆さん頑張ってください応援してます。そうなんですか。はい、ひよってるんですか。やめちまえもう本当にやばいやばい、いやいや、もうね、ほらもうドスバラの人また苦笑いしてるそうそうそうはい、というわけで皆さん、週刊ドスパラ TV 第240回、今日収録でしたけれども平和に終わりましたね。来週は普通、はい、というわけで皆さん、収録でとってもノートラブル平和に終わることができました。週刊ドスパラ TV 第240回、248回な。え248回ね。8回もタイムスリップしちゃった。本当だよ、もうそれで何ちょうどいい回とか言ってたのもしかして冒頭でね。そうなんですよ、うん、今ね、今伏線拾ったよ蜂を全く拾ってなかったね。はい、はい、というわけで皆さん、来週からは波乱万丈な組み立て部分が待っておりますので、ご協力よろしくお願いいたしますいやだはい、ということでした。はい、それではまた来週。来週バイバイ。もともとゲームは好きだったんですけど、特にこだわりはなくて、プロゲーマーの配信とか見てゲーミング PC に興味を持ちました。大学のレポートとかも作業しやすいのでこの PC でやってます。自分だけの空間というか、自分だけの世界っていうのに憧れますね。ゲーミングパソコンガレリア。